厚別ふれあいホットステーション、この番組は厚別区役所の提供でお送りいたします。ここからのお時間は厚別ふれあいホットステーションのコーナーです。毎週水曜日午前10時45分から放送する厚別区役所の広報ラジオ番組です。この番組では厚別区からの情報、お知らせはもちろん、これからの厚別区のまちづくりをラジオの前の皆さんとご一緒に考える番組です。それでは本日も素敵なゲストに来ていただいております。まずはじゃあ自己紹介お願いします。はい、北海道開拓村の松井と申します。よろしくお願いします。北海道開拓の村からいらっしゃいました、はい、まずですね、北海道開拓の村どんなところかということをまず基本情報を教えてください。はい、北海道開拓村ですね、明治から昭和初期にかけて建てられた建物を、移築復元している野外博物館なんですけど、はい、建物が52棟、はい、そんなにあるんですね。でそれを立ち並ぶだけじゃなくて、市街地、漁村、農村、山村と4つのエリアに分けて立ちまして、その当時開拓当時の人々の暮らし、生活、文化、そういったものを体感できる施設ですね、はい、場所は住所はどちらになります？はい、厚別区の、厚別町コノッポロ 50-1 ということで、ノッポロ森林公園駅の中にあります。はい、そこから行くと近いということですかね。そうです、新札幌からちょっとバスも出てまして、はい、開拓村行きのバスが出てますんで、はい、ここからですバスで20分ぐらいの場所ですね、はい、お時間ですとか入場料金についても最初にお質問ですか。はい、ちょっと夏の間9月までは、無休で営業してまして、朝9時から夕方の5時まで、で入場が16時半ですね。はい、わかりました、ありがとうございます。そして今52棟も建物があってと、さまざまな展示物があると思うんですけれども、はい、これですね、実は今月の広報の厚別区のですねコーナー、今月北海道開拓の村へ行こうという特集があります、ね、ここに出てるのも含めてなんですが、はい、いくつかご紹介いただけますか。そうですね、やっぱり重要文化財の建物としては開拓市工業局庁舎、はい、これは開拓市の建物で現存する唯一のもので、はい、とても貴重な建物なんですよね、うんうんうん、でこれやっぱり開拓村の中では、市街地のエリアでは注目すべき建物かなと思います。これ一番有名な建物ですか、うん、やっぱり、ね、皆さんがすごいって声を上げて見られるのが漁村のエリアにある、はい、旧青山家漁家住宅、はい、二神番屋ってよく言われるんですけども、はい、そういった建物は皆さんから喜ばれますね。はい、他にはどんな建物があるんでしょう。あとは厚別区にゆかりのある建物ということで、はい、信濃神社があったりだとか、ちょうど今JR の厚別駅の近くに信濃神社があるんですけども、はいはい、それを建て直す前に昔の社殿を開拓村に移築して持ってきているんですね、はい、すごい、開拓の村の中に神社もあるんですね。そうです、はい、神社もあれば、はい、他に教会もあればお寺もあって、で商店、写真館と結構もうバラエティー飛んだ、はい、建物があります。本当にね、当時の生活そのまんま。そうですね、はい、だからやっぱり開拓の中に施設に入ると、はい、やっぱり現代では見えないそう昔の空間が広がってるということで、やっぱり観光客の方にとってみれば、はい、すごいスケール感だって結構喜ばれますし、で建物の中にも入れることができるんですね、はいはいはい、で中に入るとその建物と一緒に持ってきた例えばお皿、お茶碗だとかタンスだとかちゃぶ台、そういったものがあるんで、より臨場感感じられるように人々の暮らしが分かるかなと思います、はい、なんかもうタイムトリップができるような、あ、そうですね、はい、感じですけど、結構52棟あって全部入れるんですか。なんかそうです、一部は、貴重な建物があるので、はい、立ち入り禁止の場所もありますけども、うんうん、基本大体中には入ります、はい、結構あれですかね、観光客もそうですけれども地元の方も多くいらっしゃるんですかね。そうですね、今夏休み時期なので、
まあ、地元の、まあ、夏休み中だから、はい、みんなで遊びに来たりだとか、うんうん、で観光客の方もいらっしゃいますし、あと海外の方も、はい、徐々に回復はしてきてますね。はいはい、そうか、子どもたちも、ね、なんか自由研究とかにも良さそうですよね。そうですね、あの、はい、子ども向けのイベントだとか、あと昔の暮らし様子を体験できるイベントっていうのも毎日やってますので、はい、あ、はい、なるほど、見るだけじゃなくて体験の、ね、イベントもいっぱいあるということですけれども、はい、どんなのがじゃあおすすめですかね。はい、そうですね、あの毎日やってる中で、はい、毎月プログラム変わるんですけども、はいはい、伝統遊具作りという、まあ、昔のおもちゃ作りですね、はいはい、で今月は竹とんぼ、あで、はい、まあ、小さいお子様とか刃物ちょっと危ない、使うのが難しいという方には紙とんぼ、紙、厚紙で作る、まあ、これも同じように結構飛びますんで、はい、まあ、作ったそばからすぐ飛ばして遊ぶっていうお子さんだとか家族とかもいらっしゃいます。はい、これ月替わりでいろいろプログラム組んでやってますね。いろんな伝統の遊びのものが作れる。そうですね、はい、こちら無料で。ああ、無料で。無料なんですよ。はい、これは嬉しいですね。これもね、あの広報に写真が載ってますけれども、うん、これあの左側のカラフルなのが紙トンボですか。そうですね、はい、初めて見ましたね。これね、ご家庭でもね、うん、すぐできるんです。竹串と牛乳パックあれば、あ、はい、あ、厚紙を牛乳パックで羽のように形取って、はい、で中心に竹串を刺せば、はいはい、もうできます。じゃあちょっとここでね、作り方を教わって、うん、お家でもいろいろ作ってみてね、いろんな色にしたりとかっていうのも。そうですね、自由研究の、ね、はい、材料にしてもらえれば、はいはい、これ竹とんぼはどこまで自分でやるんですか。はい、あ、もう最初からあの竹をもう用意してますん で、はい、でそれをもうひたすら小刀で削っていって。わ、本格的。だから最近ってやっぱ刃物を使う機械って、はい、まあ、危ないからってなっちゃうんですけど、はい、やっぱり使ってみないとどれだけ大変かだとか、うん、はい、緊張感を感じられるっていうのも子どもにとってはいいのかなとは思います。そうですね、これこそ、ね、うん、なかなかお家ではできない体験だと思うので。そうですね、はい、うまくできますか、こんな綺麗に。あ、できます、できます。でやっぱり、一から作るんで、はい、時間はやっぱりかかります。どのぐらい。うん、長い子だったり1時間ぐらい。で親と一緒に参加すれば、はい、子どもだけじゃなくてお父さんお母さんと一緒に手伝いながらやると、うん、はい、まあ、わきあいあいした雰囲気できるかなとは。はい、はいはい、この実際の竹を使う方だと何歳ぐらいからいけますか。そうですね、おすすめは小学校高学年ぐらいからかな。でもちょうどあれですかね、授業で彫刻刀とかも使ったりする。多分使っていると思いますね、はいはい、でそうじゃない方もね、紙ので。そうですね、はい、ということです。ありがとうございます。はい、あとイベントなんかおすすめあります。そうですね、はい、やっぱり開拓の中入って、まあ、昔の建物ってだけじゃなくて、やっぱり建物を見るだけじゃなくて、はい、その建物何をしてたのかとか、うんうんうん、昔の暮らしどういうふうにしてたのか、やっぱり理解してもらうために印刷の会社、建物では印刷体験、絵はがきの体験やったり、はい、あと写真館もあるんですけど、実際中のスタジオに入ってもらって、はい、お客さんのまあスマホで写真を撮って、はい、家族写真撮ったりだとか、あと染め物屋さんでは簡単なミニ染め物体験、はい、そういったものやってますね。これ本当に実際の建物の写真館の中で、いや、それを実際の体験ができる。そうです、はい、あ、面白い。やっぱりこう実体験を感じられますし、はいはいはい、逆にいろんなスポットがあるんで、それを全部回っていくと、もう村人体験みたいな形でできるかなと思いますね。例えばこれ印刷体験っていうのは、ね、うん、この写真印刷機何をするんですか。そうですね、これね、今で言ったら、まあ、簡単なプリントごっこみたいなやつなんですけど、はい、昔の、まあ、凸版印刷で名刺だとか、はいはいはい、絵描きを作ってた、あの印刷した機械なんですけど、はい、もう紙をセットしてお客さんがレバーを引くと、はい、ちょっとプレスされる。はい、ちょっと本当はね、映像とあると一番分かりやすいんですけど、はいはいはい、これ写真、何の写真。これはね、青山家漁家住宅の写真の版を用意してるんで、はいはいはい、それの絵はがきですね。うんうんうん、これだったら、ね、プレスするだけ。プレスするだけ、はい、じゃあちっちゃい子でもできる。できます、できます、はい、へ、やっぱりなんか触るのが、はい、やっぱり思い出として残るじゃないですか。そうですよね、うん、はい、でボランティアさんたち
もいろいろ一緒について教えてくれますんで、はい、なかなかまずねこの機械を見るだけでも貴重ですけど、うん、これがね実際に使えるってのがすごいですよね。そうですね、はい、結構お手入れとかも大変なんじゃないですか。やっぱり定期的にメンテナンスとかもやったりとかもしてますし、はいはい、そして撮影体験っていうのこれは、ね、バックに何の写真でしょう。これねかき割りがちゃんとあって、はい、これは開拓村の入り口の旧札幌停車場のイラストが書いてるんですけど、はいはいはい、でその前に立ってこう家族写真、はい、まあ、仲間内で写真撮ると、はい、まあ、一つの多分開拓村だけしか体験できない、はい、なる体験かなと思います。これ手前に本物のカメラ、うん、当時のカメラですか。これそうですね、これは、まあ、展示資料なので、はい、これを使って撮影はちょっとできないんですけど、うんうんうん、昔のアンソニー式カメラ、はい、でこれも実際現地に来ていただいてカメラを覗くと、はい、そのレンズに実際に映りますんで、あ、こういう仕組みで写真って撮ってたんだっていうのを多分分かるかなって、はい、あ、実際これ写真撮ることはできないけど、うん、レンズ通したら見える。見えます、見えます、これ越しに見ると、はい、もう左右反転とあと上下も反転してるんで、はい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 、こんな感じで写るんだ、ぜひ撮ってみたいよな、あ、こんな昔の人の工夫っていうかあるんだろうな、だスタジオでも、はい、現在のような明かりはないので、はいはい、ガラス張りの屋根なんですよね、はい、でそれをカーテンを開けたり閉めたりしながら光を調整して、はい、スタジオ写真を撮るスタジオなんで、ぜひやっぱり現地に来てそうです、ね、ただ写真を撮る体験するだけじゃなくて、うん、周りの展示品とかも見ていただくと、はいはい、その昔の人々の工夫だとか知恵っていうのを感じれるかなと思います、うん、なんか空間そのものを楽しみながら撮影ができるということですね、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。あと、ね、イベントって言いますと、うん、今ね年中やっていますっていうイベントもありますし、はい、その時だけしかやってないっていうものも結構あるんですよね。そうですね、季節ごとにですね、はい、我々年中行事、まあ、季節行事を大事にしているので、うん、はい、これからまあ9月になりますと十五夜、はい、これはご家族対象の、はい、まあ、十五夜体験ということで一緒に飾りを作ったり、はいはい、お団子をこねて、お供えして、はい、お月見しましょうという体験です、ね、あとは、いつも一番にぎわう秋のふるさと祭りということで、はい、今年は久々に復活するんです。子供相撲をしたり、開拓まで畑があるんですよ実際、はいはい、でそこで昔ながらの作物を孵化して皆さんに提供するっていうイベントだとか、はい、ありますね。これは一番秋の中で人気のイベントになります、はいはい、まあ、10月は七五三、あ、11月ですね、11月は七五三だったり、はい、12月はクリスマス餅つき、はい、そういった形でもう毎月さまざまなイベントを行ってます、はい、そうか、じゃあもういつ行っても、ね、その時だけのイベントがほぼやってるっていう感じですか。そうですね、やっぱり季節の行事って、はい、なかなか私たちの暮らしの中で感じられないじゃないですか。そうですね、うん、本当に子供だったら保育園幼稚園とかで多分やるかも分かんないけど、はいはいはい、ご家庭だとやりづらいですね、なかなかね、やりづらいですね、うん、確かに七夕、今日ねちょうど七夕ですけど、あ、そうですね、はい、ね、うちも保育園でなんか浴衣持ってきてくださいとか言われたけど家だとやらないですよね。ですよね、はい、うん、やっぱりそういうのを大事に、はい、ぜひやっぱ家族で楽しんでいただければいいし、はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。じゃあね、今ねご家族にもとありましたが、最後にねリスナーの皆さんへぜひ PR をお願いします。はい、北海道開拓村、まだまだ知らない方、お越しになられたことない方もいらっしゃるかなと思いますので、ぜひ北海道の昔の雰囲気をまずは感じてで楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今月の広報ですね、実は広報に割引券もついてます。開拓の村の食堂100円引きというクーポンもついているので、はい、ぜひねこういったものも活用して開拓の村遊びに行ってみてください。松井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。あつべつふれあいホットステーション、この番組はあつべつ区役所の提供でお送りしました。